シンゴジラの司令基地として使われたそうですね。ちょっと暗いかな。はい、ミミちゃんおとなしくしてます。お父さんですね。うん、あ、甘い。うん、あ、ジュースだジュースだ、うん、なんでジュース飲むの。ガドマンさんいないからいいか。ファンが手呼ばれた。はい、おはようございます。今日はうんちしたんですけれども、お尻そんな気にしてないみたいなんで良くなった感じですかね。良かったです。大神宮お参りしまして、朝のお散歩真っ最中でございます。はい、和子さんは放射線と診断が今日は診察が今日あるんでね、ちょっと時間かかるかな。はい、当初はミミちゃん置いてくる予定だったんですけれども、まあ車の中で待っててもいいかということで連れてきちゃいました。一緒にいる方がいいんだもんね。シンゴジラの司令基地として使われたそうですね。見てないんだよな。そのうち見てみよう。そのエリアを散歩してます。おやつはまだダメです。はい、だんだん春から夏にかけてなんで、いろんな花が咲いてます。バラだよねこれね。ふみちゃんが歩きません。すごい広い芝生の公園です。雨降らないといいんだけどね。ちょっと暗いかな。はい、ミミちゃんおとなしくしてます。お利口さんですね。はい、僕は今日もポボの使い放題やりまして、まだ十何個残ってんのかな。6月中のやつがまだあと5回か6回分残ってるんで、早く使わなきゃと思って今日は24時間使い放題を今オンにしました。まあ24時間つっても明日の23時59分までなので、30時間30何時間は使います。はい、で使い放題なんでね、iPad で今日は YouTube 見て楽しみたいと思います。今日ミミちゃんおとなしいや、いいね。じゃあ行きましょう。やっと薬が出たようなので行きたいと思います。ミミちゃんはどこで待ってるんだよ。薬積み込むからね。結構いっぱいあるんだから。よいしょ。ね。よいしょっと。できたかな。まだだね。はい、ガドマンさんいないからいいか。ファンが手呼ばれた。ほら来た。
はい。ねえ、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って。待って、ちょっと待って。待って。はい。はい。よかったね、雨降られないでね。ユリがすごいことになりました。すごい開いてます。さっきこの間、3、4日前にコストコで買ってきたやつですが、すごいです。めちゃくちゃ大きい。20センチ以上あるね、お花がね。はい。立派です。ありがとうございます。さすがにコストコのお花もおすすめです。はい、この間、コストコで買ってきた沖縄県産ポコットパインっていう、スナックパインっていうのを聞いてましたが、はい。だいぶいい匂いしてきましたし、色も黄色くなってきました。オレンジか。来ましたんで、食べてみたいと思います。見ますと、底の方を切って、で、そこから、プチプチ、一つずつ外して食べるのが良さそうです。では、行ってみたいと思います。この辺で切っちゃって。これこそ、全然柔らかい。柔らかい。やばい。うん。大丈夫だよ、腐ってる？腐ってたらそこを取ればいいんじゃない？わお、切れちゃった。あ、え、でもそんなもんじゃなかった。そんなちっちゃいんだっけ？うん、うん、でも私食べれないよ。すごいいい匂いし、うん、こんな感じ。あ、甘い。うん、あー、ジュースだ、ジュースだ、うん、なんでジュース飲むのよ。怒られました。わあ、甘い。あの、パイナップルのえぐみ、酸っぱみは全然ない。すんげえ甘いです。どん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 食べちゃいたいと思います。よいしょ。ほら、うまく、うん、なんかね、うまく取れない ね、 取れないね。もったいないもんね、うん、まあそれは後で芯だけたりしてもいいし、うん、芯の周り食べてもいいし、うん、はい、いただきます。はい、こんな感じに歯みたい。短いの長いのありますけれども、めっちゃくちゃ甘いです。筋っぽくもないし、とっても美味しいです。取った後はこんな感じになりますので、この芯の周りをまた包丁で取ればめちゃくちゃ甘いのが取れると思います。うん、その辺美味しそうだよ。うん、うん、熟しちゃったから引っ張れなのかね。うん、切れちゃうのかもしれないね。ぜひおすすめです。コストコで見つけたときは買われてください。500いくらだったよね、確かね。そんなもんでした。